はい、どうもこんにちは、くんちです。今日はちょっと、レネゲードをですね乗ってお買い物の方行きたいと思うんですが、ちょっとね行く場所高速道路を使って行くんだけども、実はママですねこのレネゲードに乗って初の高速、初ではないけどねなかなか高速乗る機会ない、うん、首都高なんかね、そうね、通ってからね、そう、はい、初レネゲードでは初首都高だね。はい、ということでですね、無事に果たして目的地までつけるかってところでちょっと動画ね回していきたいと思います。じゃあ早速向かっていきたいと思います。それでは行ってきまーす。首都高10年ぶりぐらいに走るよ大丈夫かな。はい、頑張りましょう。はい、では今ママね目的地のナビ設定してます。はい、ではナビの設定できましたか。できました。はい、じゃあ向かっていきましょう。じゃあミュージックをオンしたい。はい、ではお願いします。どうですか、はい、これから高速乗りますけど、ドキドキするね。なんかさ、地元の道こう自分が住んでる地域でよく運転するところはもうさ、すごい慣れてさ全然平気なんだけど、ああやっぱりちょっと遠出をするってなると、テリトリーを離れると、なんかね、そう、テリトリーからちょっとでも離れるとね、ドキドキするね。心拍数がまだ上がるっていうまあそれはもう乗って慣れるしかないね。そうだね、はい、じゃあ頑張ってください。頑張る。はい、さあ、では高速の看板見えてきましたね。この先ここです、合流です。減速するんだよね。そう緊張だよね。ここまでは順調ですね。さあ、ここから合流します。いやー、高速はさ結構さ流れてるね。でも結構流れで空いてるから大丈夫じゃない。はい、じゃあ合流でーす、はい、合流でーす。とりあえず合流はできましたね。テンション上がりました。じゃあこのまましばらく行きましょう。私さ、うん、この1年さすごいさ車乗るようになったよね。まあ、確かにね、まあ、回数は結構乗ってるかもね。そう、なんかね、やっぱ前の車に比べて、うん、レネゲードはすごい運転しやすいかも。あ、女性目線、確かにこの目線がね、うん、目線がこう見やすい角度なのかもね。なんか視界も広い、だから目線が高い分視界が広くて割としっくり乗っててしっくりくる。そう、塗りやすい。なんか結構最近レネゲード自体も女性のこのターゲットみたいなの結構してたりするからね、うんうん、これから女性にも結構人気出てくるかもね。そうだね、多分女の人は本当にねこれ運転しやすいと思う。運転下手な私でもなんとなく乗れちゃうみたいななんとなくじゃないけど、ね、安心して安定して乗れる感じがする。湾岸線の方入ってきます。行けたわよかったね。よかった。そう、今行ける行けない問題だったんだよね車線変更。でも無事にね、うん、あの分岐も、はい、うまく通過できましたね。通過できました。脇汗がやばい脇汗と手汗がやばい。いいダイエットなんじゃないカロリー消費してるよ今ね、多分ね車乗りながらカロリーを消費できるって効率的だね。確かに。ちなみにこれが先日つけた、ドラレコです。結構ね、あの動画でもこれで撮った風景とかね使えたりするんでいい感じですね。重宝してます。またこれもね説明動画あったりするんでそちらもよろしかったらご覧ください。さて、目的地まで半分ぐらい、来たところですが今のところ順調ですね。はい、手汗は順調じゃない、ないです。髪手汗は順調じゃないですか。手汗がやばいらしいです。つれつれしてます。横浜方面の看板が出てきましたね、うん、飛行機がすごい角度で飛んでる今度はそこに見えるのはお台場の観覧車だね。あれでも1回乗ったことあるかな、なんか記憶にはないけど多分1回ぐらいは乗った記憶がある記憶にないけど記憶がある。どういうことよ前に見えるのがフジテレビじゃないこれ、あの丸い球体のフジテレビじゃないのこれ。あ、そうだね、見えてきた。自分たちが子供の頃はさ、これ結構なんか観光地みたいになってたよね。そうだね。
今となってはそんなことは全然ないみたいだけど、なんか小学校の時にできたばっかぐらいじゃないかな。そう、ちょうどできたんだよね。そうそうそう、年がバレる。さあ次はトンネルに入っていきます。これ緩やかな下り坂が続くからスピードに注意です。本当だ、緩やかな下り坂だわ。そうそうそう、よく知ってるね。だって乗るからね。で今度はこれ上り坂になってくんだけど、これさ見た目まっすぐに見えるけど実は上ってるんだよね。不思議だね。そうそう、だからスピード今度落ちてくから踏み込まないと、ほらちょっと若干渋滞気味になってきたじゃん。本当だ、スピードが落ちるから渋滞になりやすいんだよ。さあこのトンネルを抜けると今度大井の出口に、差し掛かってきますが、先日イルミネーションね見に行った大井競馬場が近くにあります、はい、で今日かな、大井大商店ね、うん、本当にあの年末の最後の重賞レース、先日の、有馬記念ではパパもママも無事に的中して、ね、いい競馬納めができました。でもさ、いい気の流れで蔵王井大商店も行けるんじゃないかって。ああ、それダメなパターンだよね。典型的なダメパターンだよね。儲かったそのお年玉、ちょっと早いお年玉を全部使っちゃうパターンだよねそれ。いや別にやるのは自由だけどね。そうでしょ、自分のお小遣いだからさ、まあそれはいいんですけどね。でもなんかダメな典型的なパターンだなと思って、一応忠告をしておきます。あ、そうですか、どうもありがとうございます。さて目的地まで あと10分切ったところなんですけれども、実はですねその目的地通り過ぎてしまいまして、どうやら設定したところがね違ってたみたいで、これからちょっと U ターンしてまた向かいたいと思います。はい、さあとりあえず高速は無事降りれましたね。こっからもうあと10分しないぐらいなんで、もう少しで到着です。さあ目的地の看板が見えてきましたね。はい、駐車場に到着です。駐車券をお取りください。いらっしゃいませ。ない。駐車券をお取りください。はい、オッケー、マイクつけてね、こっち寄ってるから。焦りは気持ち、なんてスムーズなんだ、隣来るからね。はい、到着です。到着です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。景色綺麗ですか。はい、ということで、今回やってきたのはこちら羽田空港です。で羽田空港はこの間行った沖縄ぶり、ね、今日はね旅行にこれから行くというわけではなくて、ママなんか買い物があるんでしょ。そうなの、ちょっとお菓子を買いに来たのかな。じゃあそれをね買いにこれから行ってきたいと思います。あくもいいお菓子あるといいね、うん、じゃあ探してみよう。レッツゴー、行ってきます。じゃあお目当てのものを見つける前に、時間も時間なんでまずはご飯ですか。ご飯にしたいね。でもいろいろあるね。本当。じゃあちょっと良さげなところを見つけたんでこれから向かってきます。ただいま5階の方までやってきましたが、ここは食べ物がいろいろと揃ってる感じで、正面に見えてきたのが羽田ハウス。羽田ハウス、ね、ここなんかちょっとおしゃれな感じで良さそうなんで行ってみたいと思います。のお店こちらなんですが、なんか真っ暗ですね。あら、クローズ、臨時休業、お休みでした。残念。じゃあ別のとこ行ってみようか。はい、やっと届いたね。早い。今日はお蕎麦です。はい、お蕎麦です。もしかしたら年越しお蕎麦になったかもしれません。確かに。
そう、シラスとマグロとお蕎麦のセットです。あっくんはお蕎麦よく食べますね。うん、いただきます。はい、ではごちそうさまでした。じゃあね、ちょっとお腹もいっぱいになったんで、これから展望デッキの方で、ね、登っていきたいと思います。お、こんな感じになってんだね。さらにこの上がある。上の方ちょっと登ってみます。こんなになってんだね。やっぱ上の方がいろいろ見えるのかな。ハックはどうしてもこれがやりたいんだね。何が見えるんだろうか。見えた？見えた。何が見えるの？ちょっと角度的に抱っこしてあげないとさ、見えないんじゃない？空が見えるらしいです。行くよ。いい？見えた？飛行機。あ、すごいじゃん。見えたの？ほらほら、帰ってきたよ、帰ってきたよ、あっちから。ほらほらほら、ちょちょ、もう見えないよ、もう見えないよ。終わっちゃった？終わってると思う、多分。真っ暗？真っ暗。いっぱい見えたね。いいの、帰ってきたよ、いいの。いっぱい見えたね。ほら、着陸するよ、着陸。あ、ちょうど、JAL が帰ってきました。なんかあそこにはミッキーの飛行機があります。80周年。今動いてるのはオリンピックの。ここスタバで、この奥が飛行機見えるんだね。ではちょっと小休止ですね。いや、このスタバすごいね。正面に飛行機が見える。ではとりあえずね、いろいろ見て回ったんで、そろそろ本題のお目当てのものを買いに行きましょうか。では次は第二ターミナルの方にやってきましたね。若干第二ターミナルの方が人の出入りも多そうですね。どんだけ買うんです。でも見つかってよかったですね。はい、じゃあ無事に見つかってよかったですね。はい、わかりました。あのショッピングバッグが閉まらない事案でございます。でもお目当て見つかってよかったです。見つかってよかった、来た甲斐がありました。はい、じゃあ帰りましょうか。帰りましょう。はい、ではね、無事に車の方帰ってきました。結構歩いたね。歩いた、うん、でもめっちゃ歩いた。でも無事にお目当てのものね、後ろしっかり、ここに、うん、買ってきたの買えたのでよかったです。じゃあ帰りはね、さすがにね、ちょっと、ママの方を運転して帰りたいと思います。よろしく。はい、今日はでも無事に高速首都高もレネゲードでデビューできてよかったです。またこれからも機会があればお願いします。頑張ります。はい、といったところで今日の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。もうバイバイ。Thank you.